おはようございます。マルキューインストラクターの久保野幸太郎です。今回はですね、伊豆半島に明治夏に来ました。水温がね高い時期、本命のメジナを釣る前に餌取りが多くてなかなか本命のメジナにたどり着かないっていうね、そんな時のね配合餌とかをどういう種類を使ってどんな風にメジナをね釣っていくかっていうのを見ていただければなと思います。一日よろしくお願いします。ですね、今日の配合餌のね、チョイスを持ってきたんですけど、まあ、一応5種類持ってきました。っていうのはなんかいつも私が使うメニューと違うんですけれども、ここのところ本当にサバがちょっと多いんですよね。で今日サバ対策ということで、こんなチョイスになりました。テーマとしては収魚力がなるべくないもの、まあ、夏と冬というより高水温か低水温かっていうところで私はだいぶ変えるんですけれども、特にサバ対策っていうところになると収魚力がやっぱりあるとですね、どうしても邪魔になる時っていうのは高水温時はあるんですね。そうなってくると一番大事なのは量ですよね。量がものすごい大事っていうのは、巻き餌をどういう風に打ってっていう、巻き餌でそのサバ対策をしなきゃいけない時に量が少ないと、真冬と同じような少ない量だとどうしても戦えない時があるんですね。ですから今回はこの増える2種類、巻きグレ500っていうのも、これも増量タイプになります。でグレパン、こちらも増量タイプになります。で比重の軽いものを入れてなるべく量を増やすっていうことでこんなチョイスになってますけども、あとは V10 は白いものですよね。白くて視認性が高いっていう形でまとめるものもあるんだけども、お給仕スペシャルっていう形でこれは遠投もできるんだけれども、遠投するっていうのはやっぱりまとまりがいいということなので、そのまとめて操作性をより良くすることで、遠投したいから使うというよりは操作性をすごい高めてサバに対する、まあ、餌取りに対する対策をするためのものですよね。で VSP は私がいつも定番で使っているもので入れますけれども、じゃあ皆さんねこの 5袋も使わないよっていう方がいるとしたら、ですね、この中から例えばオキアミが2枚の釣りであれば2つ選んでください。でこのじゃあ例えば脇グレ500とグレパンでも結構ですし、グレパンとオキ打ちスペシャルでもいいと思います。この今5つある中から2つ選んでもらっていただいてもいいし、3枚使うんであれば3袋を使っていただいてもいいと思います。私は今日、持ってきて、せっかく5袋持ってきたのでね、オキアミに対して全部半分ずつ入れて使おうと思います。冬に入れる爆寄せとかっていうのはこれは真冬にものすごい私は大好きで使うんですけれども、逆にこの時期は私は入れないんですね。そんな風にいろいろある種類の中から選んでもらえると、その時期に合った釣れる巻き餌を作れると思うので、そんなチョイスの仕方もね覚えてもらえればなと思います。オキアミをね、巻き餌を作る時のこのオキアミの切り方というか粒の大きさみたいな話もされるんだけども、前コマが切った方がいい時と粒が残した方がいい時っていうのがあって、私は基本的には高水温期には粒は残します。ほとんど切らないです。だからオキアミの粒がそのまま残ってる感じ、まあ、大遠投するような時はやっぱり潰した方が当然いいんだけれども、特にサバ対策なんかの時にはやっぱり全部細かくしちゃうともうとにかく餌が下まで入らなかったりするので、カモフラージュ効果も考えて粒は残した状態で今日は作ります。まあ、あとはもう毎回ね、これは冬でも夏でも同じだけども、なるべく、まあ、丁寧に一番端っこまで綺麗に混ぜるっていう、もうここに関してはどんだけ均等に綺麗に混ぜられるかっていうことだと思うので、マゼラすごく大事なんでね、これは最近出たマルキューから出たマゼラなんだけれども、やっぱマゼラ1個でね混ぜ加減がまるで変わるので、マゼラもねちょっとこだわってみるとかなりいいと思いますよ。はい、これで今日のねまず前半分というか、まあ、これで1日分でねやる方もいると思うんですけども、ちょっと人相なんか行く場合はこのぐらいで1日分で十分だと思うんですが、いつもとちょっと違うのはこの最後に
オキアミの粒が端っこに残してあります。これはそれこそサバ対策の時に配合餌が入ってる蒔絵を沖に撒いて、で手前の際とかそういうところに手でもいいし試着でもいいんで、この粒をもう本当に一つかみこのぐらいでもいいですをパラパラっとね、急ぎ輪から入れて下に入れることでメジナを釣ったりとかっていうのにも使えるので、あんま付け餌に当然使うこともあるしっていう形で、この時期はこんなことを、特にサバが多い時なんていうのはこんな作り方をします。今ね釣り始めたんですけど、まあ、一番初めまずやることってこの蒔絵を手前にこう打ってみて餌取りが多いか少ないかみたいなのを見るんですけど、まあこの時期にいないってことはまずないですよね。だから足元にこうこのあの蒔絵を巻くと黄色いのから何から、まあ、フグもいるし北枕もいるし、すごいもう熱帯魚水族館状態ですよね。これ餌が残ったり、あ、ちっちゃいかもしれないけど、こっちが本命だね。一応本命だけど、ね、ここにかかれば、まあ、ちっちゃいオナガですね、これはね、まあ、この時期はこのサイズはもうね、逆に当たり前にいるサイズなんで、ここからサイズをどう上げていくか、まあ、これも餌取りが多い時ではね、なかなか釣れないんで、まずは本命を釣ったということで、まだね、今日潮はまだはっきりしないんですね。で、この降水温期に大事なのがやっぱり潮ってすごく大事で、冬はね、餌取りがいなければまあやりようがね、結構あるんだけれども、全く塩がない状態だと足元に餌取り用の蒔絵を巻いて、で沖に本命を入れてみたいな形になるんですけど、まあ、それが基本形で、まあ、沖まで今日フグがねものすごい沖に出てしまっているので、そんな形だとなかなかちょっと難しいかなということで、今点々と最初やったところからすると3カ所目ぐらいになるんですけど、一番塩がまあ生きてるだろうなっていうところを今やって1匹釣れました。大概やっぱりその前にも1回あったんですけど、餌が残ってっていうとまあチャンスがあるのかな。でその時によくやりがちなのが、僕もそうなんだけども、沖が釣れるようになると沖ばっかりに蒔絵を撒いてしまって、せっかく釣れたところがね餌取りだらけになったりする可能性があるので、足元の蒔絵を必ず入れるようにして、で沖にどっちかって言ったらね、足元5に対して沖が2つぐらいとかっていうのが多分降水温期のバランスかなと思って、このままねちょっと続けてやってみたいと思います。逆に餌取りがいるからこう釣って、冬はこう釣ってとかっていう形よりも、なんていうのかな、今足元に巻いた蒔絵に対してそこに合わせる仕掛けにして、冬はそれで多分釣れると思うんですよね。でやっぱりそれ何回かやっても餌が取られるだけで本命が食ってこないっていう時は、じゃあそこの蒔絵の層はもう考えずに新たに沖に自分の本命場所を作るっていうイメージでそれを離す。それでその離す距離もすごい近くて食うんだったらそれで正解だろうし、もうあまりにも多くて餌が多少の距離で離しても分離できないようであれば、もっともっと離していく。それをまあ遠近で離しても構わないし、潮が入ってる場合左右っていう場合もあるんですね。逆に潮紙に入れてみたり潮下に入れてみたりっていうのを、正解は実は魚しか分からないので、この海の状況をコロ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 、今もそうなんだけど、潮が入ってみたり止まってみたり引かれてみたりっていう時は、入れる場所を離す距離っていうのは少しずつ変わるので、まあ、ゲームみたいな感じですね。どこが餌残るのっていう形でやってもらえれば答えが出ると思うんですよね。さっきまで泡目がなかったのに、あそこの沖に泡目が出始めたんで、多分今の感じで言うと足元のさらし、この足元の小さいさらしに巻いた
餌取り用のものと、あの向こうにある沖側にある泡目のものを自分の本命場所にすれば多分釣れると思うんですね。海で見るのと自分のコマセワークで分けるのとっていうのを分けてもらえれば、そのたびそのたび魚がね一匹拾えるような釣りになると思います。あ、違うの、今の回さ、取れたの。あ、本命かもしれないな。この残った時、かけらが残った時のことを見といてほしいんですけど、これ冬でも同じです。これは多分僕は名人になると思います。この吸ってる感じ、これは多分今の本命だと。殻だけが残ってきてて、中身なんかもぞもぞって今触ってるだけっていう値になると思います。結局ね、真っ黒、すごい。根がやっぱりきついとこだから、根前にくっついてるやつだから真っ黒ですね。ね、やっぱり潮が入ってきたらね、手前の餌取りが沖に出ていかなくなって、まあ比較的今日は今潮が入り始めたら普通のあのメジナ釣りっていう形にはなってますよね、今のところ。手前に、その代わり手前のコマセ巻きを必ず巻くようにして、で、釘付けしといて、で、沖に入れてっていうパターンで通常通りやれば、今のところは釣れてますけどね。ね、この時期にこのぐらいのが釣れれば、あっといい口元。当たりが出ない。これもけど真っ黒ね、真っ黒。あらら、やめて、真っ黒キック。しばらくやりました。朝のうちからすると、もっと今日はね、潮が入る予定だったんですが、そこまで潮、早い潮はね、入ってないんですけれども、朝のうちの方がね、餌取りも結構活性が高くて、やっぱり同じように、基本通りですね、足元に薪を巻いて、で、釘付けして、だんだん沖で、本命のメジナを釣ってっていう形が、パターンができたんですけれども、ちょっと沖で食うからって言って、沖をね、何回も入れると、やっぱりね、潮がそこまで速くないのか、餌取りが出ていってしまうという状態だったんですね。で、今の状態でいうと、潮が、まあ、朝一から比べると潮は当たり気味なんだけども、ちょっとあって、で足元でもね、メジナが食います。うん、食うんだけども、それも同じでした。足元だからって、
大量にある程度薪をまいて食わしていたんだけれども、どん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 右側のあの餌取り用の薪をやめてしまうとやっぱり釣れなくなっちゃうというか、餌取りに当たりは出るんだけど乗らないみたいな感じで、やっぱりあのいくら活性が低いとはいえ餌取り用の薪を切らしちゃいけないっていうのはあのやっぱり勉強になるなっていう感じの釣りをやってます。これ逆にね、潮がもうちょっと速くなったりあの角度が変わればまた沖の方で釣ったりとかっていう形で餌取りの活性も高くなるでしょうけども、その分やり方をいろいろ変えてやっていきたいと思います。最中も最初に手前に巻いた10杯に対してサバがね、食べ終わると沖を向こうとするんですよ。だから馴染ませて待ってる間にちょっと入れました。でそうするとね、顔がこっち向くんで沖の自分の仕掛けを邪魔しないんですよね。だからそんなことをやりながらダーッと入れるのもいいんだけども、途中で1杯2杯沖を見ながら入れてあげると、あの行こうとするやつがこっちに帰ってくるので、今の1匹はそんな風に沖にもその負けワークだけでどうにもならない場合は仕掛けにガンダマを打ってみたりとか、あとはもう一番最後は1号を沖にして地元に B のガンダマを打つとかいうところでストーンと下までもうダイレクトに狙うような釣り方まで段階があります。サバをかわす時のポイントとしては、まず釣り場を決める時のポイントが潮がないでダラッと深いところっていうのはサバがもうどうにも避けられないので、なるべく、浅場というか、ゴロタまで行かなくてもいいと思うんですけど、浅場でサラシが出るところ、サラシの中になかなかサバって入ってこれない場合も多いので、サラシとかそういう海の変化を利用して釣るっていう、釣り場の決定が1ポイントで、もう一つが今私がやってる巻き絵コマセワークですね。巻き絵ワークでサバを動かしてこっち向かしたりあっち向かしたりっていうことでやるのが2ポイントで、もう一つは今度は仕掛けですよね。だから仕掛けを軽い仕掛けでやった方が抜けるんだったらそうなんだけども、サバの場合はゆっくりこう落としていったら多分どっかで拾われてしまうので、ガンダマの打つ位置同じ例えば、B とか 3B とかそういう浮きだとしても、フラの部分よくハリスの真ん中にガンダマ私なんか打ちますけど、そうすると馴染むまでこうふわーっていう間にサバにやられてしまうので、一番ひどい時はもう針上10センチぐらいに打ちます。その B のガンダマまで打ちますってすればメジナの食いは悪くなるんだけど、ストーンと落とすことで、メジナの隅からサバを避けて釣ることができるっていうのはあるので、でさっき言った浅いところとかさらしが出てるところであれば、今日もそうなんだけど結構スミネとか根回りが見えますよね。ああいうところにピンポイントで狙いを定めて重たい仕掛けで貼り付けてビタッと釣る、どっちかっていうとなんか冬とは真逆の釣りですよね。だからそんな釣りでもかわすことができます。だからもしかしてサバで手を焼いてる方がねいらっしゃるようであれば、まず、釣り場の選択で、今度は負けワーク、次が仕掛け、この3つをいろいろ組み合わせてやってもらえればなんか答えが出ると思いますの で、これも練習です。大会なんかでね、もしやったりとか今日どうしても魚釣りたいっていう時はそういう仕掛けが使えるようになって結果が出るし、これでもし一番厄介なのは表面に小サバで、その下にせっかく入って餌が残んない中サバとかが連れてきた時っていうのは一番厄介なんで、その時は黙って場所を変えてくださいそんなこともやりながら、皆さん釣ってみてください。
ちゃいましょう。まん丸、まん丸くん。あ、これはコンディションがいいかもしれないですね、少しね。うわ、まん丸くなってきた。はい、一日見ていただきましてありがとうございました。ですね、負けワークとかをしながら今日餌取り対策ということで、あの途中ね、まあ、予定通りというかちょっとそんなに多くはなかったんだけど、サバも出てきて、でそんな時の釣り方っていうのもあの見てね、少しは参考にしていただければなと思いますね。まずはそのね、ハイゴイスの種類を変えることで、あの、まあ、いつもとは違う形のその餌取り対策っていうことも種類で考えられるし、あとはあの巻き方ですね、巻きワークという形の足元にちゃんと入れてあげるとか、で沖の本命にあの量を逆に少なくして綺麗に合わせて釣るとかっていうことを、非常に大事なところがね、何箇所かあのいいこと見せることができたんじゃないかなと思うので、参考にしてね、こんな釣りを皆さんねしていただければなと思います。これからね、本当に高活性の時期になるので、そんなに型は出なくても今日釣れてたみたいな数をたくさん釣ることはね、これからあのシーズンとしてはできる時期になるので、始めたばっかりの方とかまだなかなかそういうことうまくできないなっていう方は、練習するには持ってこいの時期だと思うので、あの量が増える種類のことをいろいろ考えたりしながらやっていただければ、冬に向かって大型を狙うための練習になると思うので、ぜひね、参考にして皆さんもそんな釣りをしてみてください。どうも一日ありがとうございました。